ロシアによるウクライナの侵略は、欧州のみならずアジアを含む国際秩序の根幹を揺るがす行為であり、力による一方的な現状変更はいかなる地域においても許してはならず、今ほど基本的価値を共有する国々による結束が求められている時はありません。感謝いたします。この場をお借りして防衛大臣に、今後とも自由で開かれたインド太平洋の実現のため、新大臣と協力し、インドとの防衛協力をさらに深化させていきたいと思っています。インドは安倍首相が日印間の関係強化のための示した。Excellency, we believe that our two countries will have a defining role to play in ensuring peace, security and stability in the Indo-Pacific and in Indian Ocean regions.There is a strong consensus in India on advancing our partnership in all the domains of defense. インドは安倍首相が日印間の関係強化のための